皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、アジア開発キャピタルだけを見ていこうと思うんですが、その理由としてはですね、先ほど、一本前に上げた動画でアジア開発の掲示板を見てたら、東京機械でしたかねっていう会社、そこの上場している会社の株をですね、大量保有報告、ここにもあり、今のそのツイッター上の画面にもありますが、市場内で 8.08% 取得というニュースが出てたので、今回アジア開発、最近ニュースとかね、材料とかもなかったのと、アジア開発が今後何をして利益を上げていくかっていうのが非常に大事になってくるかなと考えていたので、これですごい大きな利益かわからないですが、ちょっとここで何か起点になればいいなという思いを込めてですね、見ていきたいと思います。で、まずは先ほどあったように、この東京機械製作所がアジア開発をやっているですね、アジアインベストメントファンドというところが、8% 株式を保有したということで、ホームページリニューアルの用意ができているのでは、8円で投げている人たちは何がしたいのか、アジア開発爆上げの予感、ストップ高は時間の問題だろう、新株予約権の行使で調達する資金の使途を連結子会社による日本および、香港、中国、シンガポール、マレーシアなどの上場する企業の第三者にすでに取得に18億、すでに9億5000万円が受託済みと、ホームページリニューアル延期を特別調査委員会の調査終了までと予定していた。調査完了してから1ヶ月経つと、結構ですね、ここの上今見ただけでアジア開発のホームページリニューアルはみたいなことが何個かあったんですが、もちろんですね、その材料というかね、もともと会社が言っていたことの一つなんであれなんですが、そこまでその売り上げに直結するようなことではないので、ホームページリニューアルして、でも当然ね、有言実行というか言ったことはやらなきゃいけないし、その中で何かお知らせが出ればいいなというぐらいなんですが、で次ですね、この急騰定位株、今日、御用インデインテックス、ここプラス 40% で終えてると思うんですけど、ザラバではプラス200とか 300% ぐらいいってたと思います。爆上げの予感、結構ありますね。ホームページリニューアルまだかな、待ってくれということで、ツイッターに関してはですね、結構前向きなコメントが多いですね。爆上げの予感だったり、ホームページリニューアルまだかとか、先ほどの大量保有報告ですね、何かこう変わるきっかけになればなという感じの意見が多いように思います。最後にですね、このアジア開発が、買ったこの東京機械という会社をちょっと見て終わりにしたいと思います。これは東京機械、6335のチャートなんですが、これは月足で見ているので、すごい上がったように思えるんですけど、今回ですね、例外的に165まで行ってましたが、それまでは350とか330で3回、そこをボトムを固めて、そこから800いかないぐらいの感じだったんですが、今回165まで落ちて、800と、今までの直近高値水準までは来てます。で、もっと前まで見ると、もう5000円とかですね、8000円みたいな、それ以上の時もあったようですね。最近のチャートで見ると、もう245からですね、ひたすら上がり続けて、4倍までいかないですね、3倍以上って感じですかね。という感じで今、伸びてるところ。だからアジア開発が買ったところからでも、利益は出てると思うんですよね。数千万の利益が出てると思います。で、その利益、今、例えば売るのか、もっと高い水準まで、持っているのか、その利益で何かする予定があるのかとか、いろいろちょっと難しいところであるんですが、
まあここを買ってるんでね、上がるに越したことはないかなとは思います。で、まあ、ここの会社をですね、自分も今全然このアジア開発のねニュースが出るまでは知らなかったので、新聞油田機メーカー、デジタル印刷機などの新聞や育成にということで、配布議長、中国など海外案件は一服、主力の新聞社向け油田機は AI 機能付きから省エネということで、まあ新聞油田機メーカーってことで、ここ自体はすごい伸びてるところではないと思うんですが、多分そのアジア開発が目をつけてるというかですね、関係あるかなっていうのは、その中国など案件とか、中国インドの販売はコロナ禍もあって一服みたいな感じで、このやっぱ中国に関連してるっていう部分で、ちょっとアジアとつながるリンクする部分かなと思います。で、財務状況、売上高を見ても最近その伸びているわけでもなく、むしろ2020年の連結決算はかなりマイナス、かなりというか最近の中で唯一のマイナスを出してしまっていて、何かこう、まあ、安いうちに買っとくっていう部分か、まあ、将来性でいうとそんなすごい、何か今ここにある情報だけですね、どこを気に入ってこんなに買ったのかっていうのが、今現在こうアジアとリンクするのはやっぱその中国的な部分で重なるところしかわからないんですが、まあチャートで言うとすごい綺麗に上がってるので、まあ期待とかね、結果こんなチャートが上がるってことはないと思うので、まあ今後もですね、この東京機械ですかね、の成長とアジア開発がですね、こう発展、この株価のようにですね、アジア開発も右肩上がりに伸びていくことを期待して、終わりたいと思います。で、今回はですね、その自分がやってるブログでもアジア開発についてちょっと文章でまとめてみようと思うので、下にリンクを貼っておきます。今回は以上になります。ありがとうございました。